リクラノホーラダイクリノファーは、毛カビ目にところ属するカビの一つ。単一のタネディフルバのみを含む。この種はキノコに寄生するもので、ごく稀にしか発見されないものである。大型の胞子のと単胞子の小胞子のを形成する。このカビは低温性のもので、1930年代までにヨーロッパと北、アメリカから何度か発見された。その後長く記録が途絶え、 1990年代に再び発見されて詳細な観察が行われた。黄色いコロニー、二股分子した枝先の単一の胞子を含む小胞子脳、それに普通の毛カビ型の大きな胞子脳と二通りの無性生殖器官を持つこと、また有性生殖器官では接合子脳柄が不当の大きさであることなど独特の特徴を持つ。端子菌のキノコの上に生じるので、 寄生菌とされるが、通常の培地の上でもよく生育する。形成中の胞子能、小胞子能よく、菌糸を発達させる。四条菌で若い菌糸は黄色みを帯び、その後に液胞を含んで無色になる。無性生殖は、大きい胞子能と小胞子能の,の二通りを生じる。大きい胞子能は、毛粧とほぼ同型で、柱軸があり、短いながらもアポフィシスがある。 胞子脳壁は溶けるように崩壊する。胞子脳胞子は、型でア球形から広大型まで、大きさで10から20マイクロメートルまでと形態に大きな変異があり、これは結果比目の中では普通でない特徴である。形成過程を見ると、胞子脳になる部分が膨らんでくると、その先端方向から内部の細胞質が胞子に分化していく。基部付近の胞子が分化を始める頃には、 先端近くの胞子は十分に発達しており、柱軸の形はそれらが完成するまでは明らかにならない。また、この間に柱軸は黄色から強いオレンジ色に変色する。媒地上では、胞子の柄は倒れ伏して、胞子を媒地上に広げ、それが発芽すると元のコロニーから離れた外側に新たなコロニーを作る。小胞子脳は、 大きい宝子の柄とは別個の小宝子の柄の上に生じる。この小宝子の柄の形態は毛カビめ中でも独特なものである。柄の先端部が何度も二差分子した枝先に小耗子柄は生じ、その前景は低倍率で観察すると樹木のように見える。小宝子脳には倉型の柱軸があり、宝子は一個だけを含む。小宝子の壁は溶けてなくなり、 胞子が出た後には倉型の柱軸とその基部をめぐる襟状の部分が残る。胞子の大きさは18から21、12マイクロメートルで淡い黄色。この菌は時間和合成で単独株でもよく接合胞子脳を形成する。また、この菌は接合する配偶子脳の大きさが非常にはっきりと異なる異形配偶子脳接合を行う。この点でも ほぼ同型であることの多い毛カビ目中では独特である。小さい型の接合子法指砲指紋柄は通常の栄養禁止とさほど変わらない太さであるのに対して太い型の接合法指紋柄は直径85から100マイクロメートルもある。寒天培地上では接合法指紋の形成は主として寒天内部で行われる。接合時には大きい方の配偶指紋の部分が 接合法指導になる。完成した接合法指導では、その壁は明らかに二層からなり、内側は透明で十から十三マイクロメートル、外側は褐色で十二から二十五マイクロメートルの厚みがある。その表面には複雑な網目状、迷路状の溝がある。この菌は低温を好む。爆芽観点枚地上のコロニーは、摂氏十度ないし摂氏十五度では素早く成長し、 直径7センチメートルに達する。しかし、摂氏15度を超えると成長は大きく減じ、生存可能な温度の上限は、摂氏25度である。対照的に、低温では影響が少なく、凍結してもその生命力は衰えない。また、湿度も、その生存には必須で、乾燥させるとすぐに死滅する。接合法指納を形成においても低温が重要で、 10摂氏15度が最適で、摂氏20度以上では、形成が見られなくなる。この菌は、野外では、キノコの上でしか発見されず、当初は、寄生菌であると報告された。しかし培養のための培地には特殊なものは求められず、ごく標準的な培地で、よく生育するので、条件的寄生菌とされる。人工的には、パンの上で培養できた例すらある。この点で、同じく、 毛カビ目で、端子菌の小実体に生育する竹ハイカビや、二股毛カビも、本菌と同様に培地でたやすく培養できるという点で共通する。二股毛カビでは、より広範囲のキノコのつくのに対し、本菌の方が、宿主の対象は、より狭く、特殊化していると言える。野外において出現する気質は、イグチメボールテイルズのキノコの小実体、それも主に腐敗したものに出現する。 以下のような種から出現したことが報告されている。ボーゲルメイアンドクレスイグレイルーバーはこの菌の生活史について以下のように推測している。夏から秋の初めまでは放射能と消耗射能を形成して増殖する。これらの放射及び腐敗したキノコは粘液質であるので風による散布は考えにくく、おそらくは昆虫が散布に預かる。 温度が低下してくる秋の後半には、キノコの子実体の内部に接合胞子脳が形成される。この胞子は厚膜であるので、耐久胞子として機能し、翌年の夏までを地下で過ごす。なお、接合胞子脳の発芽については知られていない。北半球から広く発見されているが、明らかにどこでも希少である。最終記録の多くはヨーロッパだが、北、アメリカからも報告がある。 古典的な形態による分類では、大型の法指能と、小法指能を有する点で枝毛カビ化とするのが、通例であった。他方、その形態的な特徴と、条件的近畿生成である点などの共通性を、捉え、双間竹カビ竹ハリカビ、および、スポロディニエラと本属を合わせて、リクラノホラカとする説も提案された。後に、分子系統の情報からもリクラノホラカは、支持を受け、 さらに形態も生態も大きく異なるツガイケカビがこれに含まれるとする説も出た。しかしより新しい解析ではこのトガの構成種は単独の枝を構成せずトガの独立性は認められないとの報告もある。ボーゲルメイヤークレスイグレイルーバーップ584以下ボーゲルメイヤークレスイグレイルーバーップ585から586以下 ボーゲルメイアクレスイ・グレイル・ーバーップ586以下ボーゲルメイアクレスイ・グレイル・ーバーップ586から588ボーゲルメイアクレスイ・グレイル・ーバーップ584ボーゲルメイアクレスイ・グレイル・ーバーップ587ハットボーゲルメイアクレスイ・グレイル・ーバーップ590ボーゲルメイアクレスイ・グレイル・ーバーップ588 ボーゲルメイヤークレスイ・グレイルバーップ590ボーゲルメイヤークレスイ・グレイルバーップ588アレクザ・パリスへ通る P142 ベニー・ハット・ホフマンへ通るウィキメディアコモンズにはリクラノホラに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。